えー、この度は本当にお足元の悪い中、えー、ここに足を運んでくださり、本当にありがとうございます。えー、私、関口メンディはですね、えー、約13年間ですかね、20歳の頃から今日に至るまで、えー、お世話になってきた LDH を、6月25日をもって卒業させていただくことになりました。 この決断に至るまでですねすごくたくさんの時間を費やしましたヒロさんであったりとか LDH の作の皆さんそしてジェネレーションズメンバーと何度も何度も話し合いを重ねてえこの決断に至ったんですがその理由と今の自分の率直な思いを今日は皆さんにお伝えしたくお話しさせていただきたいと思います。年間 自分は LDH という場所で本当に愛を持って育てていただいたというふうに思っていてその活動の中でこの LDH という場所が自分にとって家族であり実家のような場所になっていたというふうに思っています実家は愛があってとても温かいです家族もいて温かいご飯も出てお風呂もあって布団もあってとても安全な場所だというふうに僕は思っています なんですが、いつからか、うん、この実家という場所に自分は本当に居続けていいんだろうかというふうに思うようになりました僕はおそらくですが、この中で一番意思が弱いです、会議中、ヒロさんの横で寝てしまうぐらいなので本当に意思が弱いんですけれども、<laughs> そんな僕ですから、やはりここにずっといると。 この環境に甘えてしまうんじゃないかなというふうに強く思うようになりましたこの環境に続けることはもしかしたらお父さんの背中に近づくことも追い越すこともできないかもしれないというふうに同時に思いました今こそ自分の足で立ってえ精一杯頑張っていくことが うん、僕は親孝行につながるんじゃないのかなというふうに思ったというのが一つの理由です。